ワイズキッチンをご覧の皆さん、こんにちは。ナビレクラの元アナウンサーの西村と、好きなものはサッカー、嫌いなもの戦争、ヒョンです。歩み寄っていただくスタンスでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西村でございます、はい。さあ、このワイズキッチンではですね、皆さんに投稿していただいたレシピをですね、我々が実際に作ってみようという企画でございまして、今回の1分レシピは、ニックネーム、はい、ライバンさんから、はい、見た、かわいい名前、ありがとうございます。ライバンさんからご投稿いただきました。焼きししゃも南蛮を作りたいと思います。焼きししゃも南蛮ですね。ヒョンさん、あなたが作るんですけども、料理はどうですか？いや、料理はね、しないんですよ、私。しないの？はい。でも作ることは、僕、正直、チキなんで。え、急にちょっと国籍が変わりましたね。世界に変わる。あの、韓流スターみたいな。世界に配信するんで。そうでしょ？そうでしょ？そういうことですよね。そうでしょ？わかりました。はい、すみません。世界に向けて僕、配信してる。私が間違ってました。さあ、それではヒョンさん、はい、焼きししゃもの南蛮いきますよ。いきます。1分という時間が制限ございますから待っててください。イエス、よーい、スタート。はい、いきます。こちらまず焼きししゃも、こちらをですね、10秒間温めますね。おお、温める理由はあるんですか？こちらのですね、つけだれをこれから作るんですけど、染み込ませるように温めます。なるほど、ヒョンさん。じゃあこちらポン酢でございます、味付けポン酢ですね。こちらが純粋蜂蜜ですね。結構ね、粘り気があるのでお気をつけください。何にですか？誰が何に？あ、落ちましたね、これ。よし、私で。それで、はい、かき混ぜてください。温めることによってちょっと香りも出ますね、やっぱり。そうですね。で、この間にですね、お皿にですね、先ほどの野菜ミックスサラダを適量に盛ります。適量に、はい。どのぐらいですか、大体？まあまあ、2つかみぐらいですね。あ、3つかみきました、今。はい、こちらいきますね。はい。で、こちら温めたししゃもをつけだれに加えて、よく染み込むように混ぜてあげます。混ぜてあげます。はい、あえるんですね、今日は。そうです。さあ、オッケーです。これのししゃもを野菜に乗っけることによって。よってどうなるんですか？できました。あ、できました。タイムは、おお、3秒ぐらい残ったじゃないですか。きたー。それでは、私が1分で作った焼きししゃも南蛮、早速食べてみたいと思います。そうですね。歯ごたえ、お、本格的かも。え、お酒のなんかおつまみというイメージから一気にちょっとおかず感が出る。美味しいです。失礼します。はい、失礼はしていません。うん、お、結構かぶってきました。ぶっ飛びー。今皆さんがぶっ飛びだと思ってます、あなたのこと。うーわ、おいしい。美味しい。びっくりした。ねえ、普通にうちいいね。これやっぱね、野菜と食べた方がいい。ししゃもの歯ごたえと、このミックス野菜のこのシャキシャキ感がもう絶妙。あとさ、ポン酢の酸味と蜂蜜の甘さと野菜のシャキシャキ感、美味しいですね。美味しいですね。めちゃくちゃ美味しい。しかもこれ蜂蜜がすごいキーポイントになってました。やっぱ甘みがすんごい出る。確かにな。その中で俺いるよーってすごいアピってくる。あー、マジでギャルじゃねえんだよ。マジアピられる。これは時間ないといいですよ。1分で作れますから、皆さん。キーポイント1分でございます。1分で。あなた、この料理キーポイントさっき蜂蜜って言ってましたよ。いきますので。キーポイントがコロコロ変わりますね。大丈夫でございます。大丈夫ですか？ありがたい。ワイズキッチンでは皆さんからの簡単な美味しい1分レシピを毎日お待ちしております。それではどしどしご応募ください。はい、お願いいたします。パーティーパーティーの声ちっちゃ。